わたがるし、こんにちは。こんにちは。はい、本日はカンピーナスにあるトトロ保育園というところにやってきております。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、こちらにおられるのがクララさんという方で、こちらの保育園を作った方です。はい、クララさんが作ったっていうのよろしいですね。はい、はい、ということで、クララさんは、別の動画でも紹介したんですけども、日系2世、はい、日系2世として、で、こちらの保育園は約20年前に作られたんですね。はい、はいはい、で、じゃあまずちょっとですね、こちらの、保育園の概要になるんですけれども、現在、今ちょっと後ろでこうやって野球やったりとか、はい、子供さんが遊ばれてるんですけど、はい、どういった子供たちがこの保育園に来てるんですか？そうですね、共働きで子供を、一日中預かるということで、はい、でもただ預かるっていう学校だけでなくて、それ、以外に子供たちの成長に必要なものをいろいろやってるんです。はい、はい、自由に遊ばせるっていうこともすごく大事な、はい、一日、学校行っていて大人とばっかり接しなくて、はい、ね、一人で遊びたかったらちょっと一人で遊んで、はい、一人で遊んでる子もあって、遊んでます、はい、でみんなで遊んでる子もいて、こうやって野球の授業を、ね、やってる子もいます、はい、はい、わかりました。先ほども日本人の奥様がもう2人ほど子供さんを迎えに来られてたんですけど、はい、ここカンピーナスは、日本人の方の、日本の企業もたくさんあって、はい、そういう駐在の方ですね、はい、多くて、そういった方の、子供さんもこちらの保育園に通って来られてるってことですね。そうですね、もうそれはトトロだけじゃなくて、はい、アメリカンスクールもいろいろありますし、だからそのご家族の、はい、によって、今この年齢でお父さんお母さんが今必要としているものを、はい、自分たちで選択して学校を選んでると思います。だから、はい、ちっちゃい子なんか例えばいっぱい遊ばせて友達を作って、で自分たちも先生たちとコミュニケーションが取れるとか、いろいろ考えてっていただいてるんですよね。はい、先ほど一通り見させてもらったんですけど、今この後ろにいる小さい子供、もう本当に一番小さい子、2ヶ月ぐらいの赤ちゃんがですね、はい、小さい子供から、それが保育園の年齢ですね、で今小学校に行ってるような、10歳前後の子供も午前中学校に行って、そのまま午後こちらに来てお昼ご飯を食べて、はい、英語の授業をしたりとか、日本語の授業をしたりとか、さっき日本語で歌も歌ってもらったんで、はい、その様子もこの動画に、入れておくんですけど、はい、はい、ショートですね、はい、ショートとか、はい、日本文化のこと、はい、だからもうブラジルは5歳とかに、はい、いろいろもちょっとブラジルも長くて、はい、言葉とかもね、あんまり日本語できないっていう時代になってきてますんで、で日本語ができるおじいちゃんおばあちゃんとかも、はい、だんだんいなくなって、だから言葉と文化を、はい、ブラジルでなくならないように、さないようにと思って教えてるんです。あ、保育園の中の授業の一環として日本語を教えてると、はいはい、そうですね、はい、言葉だけじゃなくて、いろいろ日本の文化のいいところと、はい、ブラジルの文化の中でいいところを取って子どもたちに、はい、いろいろ教えています。はい、わかりました。なるほど。で、こちらのトトロ保育園なんですけど、ここにおられるのは子どもさんだけじゃなくて、実は高齢者のおじいちゃんおばあちゃん、はい、高齢者の方も一緒にここに来て、ですかね、お年寄り同士で集まって、はい、こう絵を描いたりだとか、はい、そういった活動もされてるんですね。一人でお食事とかするのもだんだん、はい、一人じゃね、やっぱり美味しくないとかありますし、でこちら来ると話し相手もいて、はいはい、でいろいろゲームしたり、トランプしたり、絵塗ったり、ね、ゆっくりするかね、はい、いろいろやって、人と接するっていうことは、すごく
年寄りにはいいことなんですよね、はい、一人で閉じこもってるよりこちら来て、で、こちらの多分一番おばあちゃんたちが喜ぶのは2歳児、3歳児ですね、連れて行って一緒に遊んで、はい、うん、かわいいかわいいしてエネルギー交換なんですよね、おじいちゃん、子供はエネルギーが、ね、だからそれおばあちゃんたちに少しエネルギーを、ね、はい、もらうっていうこととか、そして子供たちもおばあちゃんたちがちょっと日本語で声かけたりしてくれたりすると、はい、日本語のね、授業で習った日本語を使ってみて、その日系人のおばあちゃんとかに、はい、ああそういう場にもなってるんですね。そうですね、日本語の勉強をしてもどこで使うかということになったりしますから、はいはいはい、その時に、ね、はい、その日本語をしゃべるおばあちゃんたちがもう同じ場所にいて、はい、すぐ使えるっていう、はい、で今日は今年はちょっと去年でちょっと帰ってしまいましたけど、はい、日本の方のボランティアも来ていただいてるんです。おばあちゃんたちと、ね、歌ったり、はい、この大きい子たち、小学生たちと折り紙やりながら日本語を使いながら、はい、そういうボランティアの方も、来てくれて、はい、日本語を、わかりました。すごい。本当にですね、まあ、ここに来てこの光景を見て僕は思ったのが、これから日本もやっぱこういったスペース空間が増えていくんじゃないかなっていうのを思いました。本当にその共働きの家庭が増えて、まあ、保育園があってもやっぱ小学生とかも、まあ、学童保育って呼ばれるんですかね、小学校の後に家に帰っても一人だから、それでやっぱそういう子どもたちが集まる場所が必要だと、そして日本はやっぱ高齢化でお年寄りが増えて、お年寄りの一人暮らしの方も多いんで、やっぱそういった方がこういった空間に来てお年寄り同士で集まるし、そういった子供からね元気をもらって、そうなんです、はい、年取って近くに子供がいないとか、家族がいないとかって一人になるのすごい寂しいことなんです、はい、だから少しでもね、明日また幼稚園行って、はい、あちらの方はふれあいセンターなんですけど、はい、あちらの方ねふれあいセンターへ来て、みんなと食事しておしゃべりして語って、明日が楽しくなる、明日の目的は何でしょうかね、そうですね、大事なことです。先ほども80歳とか90歳ぐらいの97歳の方までこちらにおられます、はい、本当にすごいです、そうで、もうポルトガル語もペラペラだし、日本語もペラペラだし、97歳でポルトガル語と日本語ペラペラですよ。で皆さん漢字も分かる、すごいよな、すごいな、すごいです。日系人ですけど、こちらブラジル生まれのブラジル人の日系人ってことですね、はい、その方は小さい時に日本語とか勉強してるから、どちらでもできるんです。まだペラペラと97歳で、日本語できない人もいたら、こっちで日本語しかできないね、おばあちゃんがいるから頑張って日本語使おうとしたりするおばあちゃんたちもいます。なるほど、本当に、まあ、生後2ヶ月の赤ちゃんから97歳のおばあちゃんまでおられるのがこちらトトロ保育園ですね。ですね、はい、という感じでもう20年間ですね。ちょうど20年間になるんですか。去年で、はい、今年は21年目、はい、まあ、そんなもう歴史のあるこちらトトロ保育園なんですけど、まあ始めたきっかけはという、まあ、さっきちょっと聞いたんですけど、はい、娘さんのゆきちゃんが小さい頃ですね。そう、上の子が、上の子こちらにいるんですけど、ゆきちゃん、はい、で隣にいるのが中3で、はい、トトロのファーストベイビーなんですよ。ファーストベイビー、ファーストベイビーなんです。そうなんですか、はい、ファーストベイビーまだベイビーの顔してますけどファーストベイビーなんです、はい、そうなんだ。だから生まれだから、ね、今年で21なんですよね、はい、ゆきちゃんが何歳、ゆきちゃんは3歳とか4歳ぐらいですか。ゆきが2歳ぐらい で上の娘が、はい、5つぐらい でクララさんが、まあ、ゆきちゃんとその上のお姉さんを面倒を見ながら他の子供たちにもその日本語を教えたりとか、はい、英語を教えたりとか。うちの子は日本語だけだったんですよ、はい、上の子も、だから、こういうところがなかったら日本語も忘れてしまうし、
食生活もですね、あの日本食っていうより野菜とかそういうのたっぷりとって、はい、こっちは肉が多いんですよ ね、 そうですね。だからそういうのもあの食べ物も何でも食べられるようにと思って、でそうですね、まあ、しつけも考えて。じゃあもうきっかけは自分の、クララさんのお子さんのお子さんのしつけにちょっと周りの子を一緒に教えてたのがどん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 大きくなって、今こういう大きな保育園、そうですね、もう 2ヶ月の子から急に100歳近くまでいるような大きいところになったんです。そうですね。今今年だと今何人ぐらいいるんですか、生徒？0歳から15歳までが130人ぐらい、はい、130人ぐらいいます。すごいな。そうです。あのでも週に2回授業に来る子たちも20何人いますし、はいね、週に2回来るおじいちゃんもいますし、おじいちゃんもいますし、いろいろ全員含めたらもう130人まで、はい、それくらいですね。すごい。ゆきちゃんとお姉ちゃんへのしつけから始まった子育てが大きくなって自分の子供じゃなくてもういろんな子供の子育ての延長がこれになったっていう、まあ友達いっぱいいるおかげで、はい、まあ友達に感謝ですよね。 あれですね、口コミで広がったって言ってましたね。そうです。特に大きな宣伝とかじゃなくて、いや、そうではなくて、まあこっちの日系社会のおかげで、はい、まあこっちにあの預けていただいて、そういうふうに。だから友達があの子供をね、子供、お子さんを預けに来るっていうのもあります。はい、なるほど。で、そう、もう。わかりました。もう少ししたらもうその子供たちが来ますね。その最初の頃のね。なるかもしれないですね。わ、はい、かりました。じゃあこんな感じで、以上トトロ保育園の概要ですね、歴史についてでした。はい、何か。一言を最後喋りますか。そうですね。じゃあ最後一言いただこうと思います。まあ、 あの日本語の方は、はい、そう思ったように、はい、行きませんので、はい、そういうあのできるだけね、日本から来ていただいて、はい、ご協力いただけたら、ボランティアで来られてるあの会社の、ね、会社駐在員さんの奥さんとか、すごく感謝しています。そういう協力があって、本当に皆さんね、こちらの府警とかも、すごく学校の方でね、一緒に応援してもらってるし、だからそういうあれ、感謝ですね、感謝の言葉ですね、最後は。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、それでは以上、トトロ保育園園長でいいんですか、創設者でいいんですか、です、なんでしょうねトトロ保育園のを作られたクララさんでした。はい、じゃあ本当にありがとうございました。ムートブリガードもし日本人の方で、カンピーナスにですね駐在で、来られる方がおられましたら、ぜひともお子さんをこちらトトロ保育園に、預けてくださったらなと思います。そうですね、狭いところで、ね、はい、できる限りのやってますけど、はい、まあ、トトロ保育園 のホームページとかインターネットのなんかありますか。あ、出してません、特に特にないですか、はい、じゃ あのもし、情報知りたい方はサンパウロ森清まで、コメントしてくだされば対応しますんでクララさんおつなぎしますんで、ぜひとも、はい、よろしくお願いします。はい、どうも、ウィトブリガード、チャオチャオ。ありがとうございます。